岩国市生活交通バス。岩国市生活交通バスとは、山口県岩国市において、岩国市交通局の営業区域外にて、運行されている、自家用自動車の有償運送、自治体バスである。岩国市営区画バス、岩国市営周東バス、岩国市営ら関西流バス、岩国市営金バス、岩国市営三河バス。 岩国市営美和バスの6つの自治体バスを統合再編して発足した。運営主体は岩国市役所総合政策部地域政策課。この下に統合前の各自治体バスの運営主体であったそれぞれの総合支所の地域振興課が属し、各地域の運行路線を担当する形態をとる。なお、岩国市営友バスは現地点において 統合再編の対象から外れており、統合済みの他の各自地帯バスが担当していた地域においても、利用状況等の評価を行いながら運行している、期間にある。運営全体を統括する主体は、岩国市役所総合政策部地域政策課、岩国市今津町一丁目14番地51号であり、統合前の各自地帯バスの運営主体であったそれぞれの、 総合支所の地域振興課が、それぞれの地域、旧町村の自治体区域を中心とする地域の運行路線を分担している。2009年4月1日付で統合前の各自治体バスより継承した路線、及び新規に開設したり、路線延伸等が実施された路線を記す。岩国市営区画バス及び岩国市営周東バスから継承した路線を再編、一部は、 新設した、軽重路線よりなる。各路線とも予備指定を原則とした運行日が、設定されている。ただし、祝日及び、年末年始、十二月三十一日から一月二日は、全路線とも運休である。多熱上線、金明寺、上谷線、薄田線、上市北、仙俗線、旧西循環線、川越線、旧三瀬川線、米川線、 9、鳴川線、中田線、9、田尻線、蘇し点検線、点検線、蘇生松本線、松本線、本路線の中村バス停、現在は廃止もしくは名称変更と天ぬ県線の、蘇生公民館前バス停、廃止の間で行われていた、相互の理解への連絡は、川郷診療所前での連絡に変更されている。 岩国市営ら管制流バスから継承した2路線に、三輪地域へ運行する、新設1路線を加えた計3路線よりなる。毎日運行となる路線、曜日指定を原則とした運行日が設定されている、路線、予約乗り合い運行の路線が存在する。祝日及び、年末年始、12月31日から1月2日は、全路線とも運休である。元や、本郷 川山線、西木川鉄道西木川清流線の川山駅から山口県道69号徳山本郷線を経る形で本郷町地域旧本郷村域を結んでいる。本郷町地域内では主に山口県道69号徳山本郷線とこれに接続する山口県道9号岩国近線及び近房道路を用いて 本郷町地域の北部へと連絡している。本郷、あゆたに線、な野の源、本郷保育園前の区間は、元や、本郷、川山線の保育所前校と同じ経路を運行する。本路線は運行曜日が限定されている路線である。若葉台発着は、原則として、日曜祝日運休。ハーモニーミワ発着は、原則週3日、祝日を除く月、木。 金曜のみ運行。年末年始は全便運休。西黒沢線、本郷川山線の巣を本郷バス停留所から分岐する形で、主に山口県道134号脇掛り金線、及び金房道路を用いて、本郷町の中心部から見て、北西の方面にある西君寺山を囲む地域、本郷町内の上坂いつ下柿内、他へと向かう。 三冠の沿線住民に対する最低限の生活維持を提供するための路線であると推測される。電話もしくはファックスによる事前予約の受付も含め、有限会社、広瀬タクシーが受託している。岩国市営金バスから継承した5系統6路線がある。一部の路線は隣接する周南市や島根県、鹿野足国吉賀町にも乗り入れる。一部区間を除き、 フリー乗降方式を採用している。また、路線継承後、後日の路線の一部の便は、予約乗り合い方式も併用されるようになった。年末年始、12月31日から1月2日は、全路線とも運休である。予約乗り合い方式の便についての運行は、予約受付を含めて、有限会社、広瀬タクシーが受託。 それ以外の便は、西木川鉄道に委託されている。主近線、西木町駅マイナス近中学校前の区間は、フリー乗降方式の対象外である。六日市線、西木中学校前から、下出市の区間は、フリー乗降方式の対象外である。高根、佐備チ線、西木中学校前から、下出市の区間は、フリー乗降方式の対象外である。 予約乗り合い方式の便の運行可能日は、原則週3日、祝日を除く、日、日、金曜日。事前に電話もしくはファックスにより予約がない場合は、運休となる。高根、大原線、西木中学校前から、下出市の区間は、フリー乗降方式の対象外である。予約乗り合い方式の便の運行可能日は、原則週3日、祝日を除く、月、水、 土曜日、事前に電話もしくはファックスにより予約がない場合は、運休となる。福国線。西木中学校前から、下出市の区間は、フリー乗降方式の対象外である。廃止された JR バス中国、旧国鉄自動車部岩駅線の代替等を期限と、する一路線と、同じく、岩国市生活交通バスが運行されている、本郷地域及び、 三和地域と直通する二路線がある。うち一路線の三和、本郷地域で運行されている、同一名称の路線と同じと考えられる。年末年始、12月31日から1月2日は、全便運休となる。岩駅線大体東バス路線。主に、旧三河町内の国道187号と、山口県道5号周東三河線を用いて、運行する。 国道187号上の運行経路は廃止された JR バス岩駅線の本線区間の通っていた経路とほぼ同じである。本郷口数尾崎は枝線扱い。西木川鉄道西木川清流線に乗り換え可能な東バスの停留所は西木川を挟む形でも以下のものが存在する。本路線は継承前の岩国市営三川バスの時代から 毎週水曜が運休となっている。なお、上期の運行路線には、区間便が設定されており、すべての経路を網羅する運行便が、いつも存在していることを示しているわけではない。元や、本郷、川山線路線経路等は、本郷地域を参照。大郷線、岩国市営みわバスより、経路区路線を継承。大竹線、坂上線は、大竹市との共同運行であり、 大竹タクシーに運営が委託されている。それ以外の路線は自家用自動車による有償運送80乗バス路線である。松尾線、大竹線、坂上線、秋中線、大郷線、大三郎線、上畑線、全身の各自治体バスの車両を引き続き使用している。ただし、もともと運用されていた地域以外の路線で運用に入る場合がある。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。